おはようございます。速稼塾の久保でございます。ミュートになってるのかな？ただいまですね、スタートしたのが、吉水清美さんとのズーム対談になりますけども、せっかくには9時からなんで、皆さんマイクをまだ入れないようにしておいてくださいね。それから今日は対談になりますので、まあ、基本的には皆さんにはミュートしていただいてということになります。9時からスタートですので、それまで皆しばらくご準備くださいませ。で、今日はですね、霊と潜在意識という話を中心にお話を伺っていくんですが、ちょっとミュートしてもらって、霊と潜在意識ということでね、お話をさせていただくんですけども、まあ、前提として霊っていうのは何なんですかっていうことになります。一応ね、定義としましては、吉水さんには、清美さんにはね、いろんな解釈があるかもしれませんけども、私たちが霊として捉えているのは、魂ですとかね、まあ、霊魂っていうことになります。まあ、非常に曖昧模糊としているわけなんですけども、体に宿って心の動きを司るものというふうに定義されていることが多いです。あとはね、精神力とか気力っていうものも、霊と同じ扱いをされることがあります。まあ、ですので、雲をつかむような存在ではないってことなんですよね。それから肉体に宿って肉体を支配する働きを持つもの、これを霊というふうに言っている場合もあるということでございます。そしてもう一つの概念なんですけども、潜在意識ですよね。で、潜在意識っていうのは、私たちの過去の経験などによって無意識のうちに蓄積された価値観ですとか習慣とか思い込みから形成された自覚されていない意識のことというふうにされています。まあ、ですので、潜在意識ってのは、なんかね、今まで自分が経験もしたことのないような超能力があるってこととはちょっと違うんですよ。ただ、潜在意識の中には、もしかしたらそういったものがあるというふうに希望させるものもあるかもしれませんので、今日はその辺もね、世に言う潜在意識と、実は潜在意識ってのはこういう意味なんだよっていう解釈があるかもしれませんから、その辺もね、一つ、学ばせていただこうかなっていうところでございます。そうですね、例えて言えば潜在意識って、この蚊がプーンと入ってきたときに、無意識に手をこうやるような動作があると思うんですよ。あれが潜在意識ですよね。で、顕在意識ってのは、何かが起きたときに自分の脳で判断して、条件反射じゃなくてね、どういうふうにしたらいいだろうかっていうので、何か行動を起こすっていうのが顕在意識というふうに分類されてるらしいです。で、私たちは、まだ使ってない自分の能力があるんではないかなっていうのが一つ希望になるんですけども、でも反面ね、思いを尽くして行動したんだけども、これが全てだったと。特に隠された能力がなかったってことが分かることもあるんですよね。まあ、その辺もね、本当はどうなのかってことを今日回答が出るかもしれません。ちなみにですね、私はね、ここはちょっとね、余談になるかもしれませんけども、生まれ持った才能なんて何にもないんだけども、苦境を乗り越えて頑張って頑張ってここまで来ましたっていうのは、結構なね、自己正当化であり、美化のような気がするんですよ。で、謙遜しているようであって、すごく傲慢な言い方なのかなと。つまりは、全部自分がやりましたってことに他ならないんですよね、この発想って。でも、世の中では結構ね、何の能力も才能もない人が、努力によって成し得たことっていうのをかなり賛美する傾向があるかなと思います。私はね、何かができたとしたら、それは運部転部で、生まれつき持って生まれた才能であって、私自身の努力は何もしてませんよって言った方が謙虚のような気がするんですけども、どうなんですかね。なんか捉え方っていうのは、どう捉えたらどうなるのかっていうのはね、本当に私たちの思い込みであったりとか経験であったりとかね、思考によって司られておりますので、すぐに回答が出ないことが多いんじゃないかなと思うんですよ。で、今日はね、霊と潜在意識といって、普段私たちが目に見えないもの、そして手で触れないもの、直接扱えないものを扱わせてもらいますので、もしかしたら皆さんのね、お考えとは違うところがあるかもしれませんけども、違うからこそ学びになります。違うからこそ、異なったものに興味、関心っていうのが湧いてきますんでね、口を開けばみんな同じ思考でしたって言ったら、それはそれで丸くまとまるのかもしれませんけども、みんな同じことを言うんだったら、今日ね、集まり合う必要は全くないということになりますので、ぜひね、違ったところを尊重しながら、違ってていいんだと。それから、そういう考え方もあるなと。身につけていきたいな、学んでいきたいなっていう、そういうふうなね、気持ちが残れば幸いかなと思っております。あと、残り3分でスタートになります。皆さん、
準備よろしいですかね。あのドリンクなど片手に。それが私、今日はちょっと不思議な入れ立ちをしてると思いますけども、雰囲気が大事ですからね。いや、今日は霊と潜在意識というね、そういったものを扱いますんで、いつも私ライブ放送の時にあの雰囲気を壊さないようにとは考えてるんですけども、バックがお寺、このなんかね、うん、インチキ僧侶みたいな格好、なかなかいいと思いませんか。わげさまで持っているというね私は特にこっちの能力はありませんので、単なる気合と根性だけしかありませんのでね、不思議な力はございませんはい、それでは間もなく始まります。では清美さんの方に連絡をしてみようかと思います。じゃあミュートの解除をさせてもらいます。え、清美さん、マイクの調子だけ見させてください。ミュートを解除してもらってよろしいですか。はい、こんばんは。いつもお世話になります。こちらこそお世話になります。よく聞こえますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、もうすでにこれだけの方がお待ちいただいてます。いや、あの清美さんの期待の表れがかなり出てるんじゃないですか。ハードルは上げないでくださいあ、そうですか結構ね、あのすごく興味があるところだと思いますんで、すごく楽しみにされてるんじゃないかなと思いますよ。まあ、あのちょっと気楽にいきましょう今日はね、普段清美さんとはなんかこうタコ丸のたこ焼きの話題しか私は出さないんですけども、実はねあのたこ焼きさんも立派なんですけども、素晴らしいんですけども、清美さんの本当にね、皆さんにお伝えしたい力っていうのは今日の1時間の話の中にしっかりと入ってるんですね。で、霊とか潜在意識、それから見えない自分の能力ですとか、あとね、私たちが普段、あ、ちょっと恐れ入ります、ミュートさせてもらいます。あ、皆さん申し訳ないですけども、吉水さんとの今日は対談になりますので、マイクの方はねちょっと切った状態ですみません、質疑応答の時間が取れるようでしたらマイクをミュートを外してですね、お一人ずつまたお話聞いていただきたいと思いますので、その時またマイクの方を調整させてもらいます。それでね、普段あの私たちは見えないし掴めないし何なのかわからない精神力ですとか魂とかね、いわゆる霊の力っていうのは本当にあるのかないのか、どっちなんだろうっていうところがありますけども、でも私たちは目に見えないけど感じることって結構あると思うんですよ。まさに喜怒哀楽、癒し、慰め、全部見えないです、でも確実にありますよね。これがだからね、私はね、霊の力の一部なんじゃないかなと思うんですよ。あと自分がもう一踏ん張りしたいときに、自分を支えてくれる人の顔を思い浮かべただけでプラスアルファの力が出たりとか、あと皆さんもね、経験があると思うんですけども、ごく身近な方がお亡くなりになった時に、その時からその人の対話って本当の意味で始まるんじゃないかなと思うんですよ。例えばおじいちゃんが亡くなった、おばあちゃんが死んでしまった、こんな時おじいちゃんだったらどういうふうに声をかけてくれるかなとかね、こういう時おばあちゃんはどういうふうに自分に励ましをくれるだろうかって思った瞬間って、多分死者と会話をしてるってことなんじゃないかなと思うんですよ。そしてよく言われることですけども、人間は死んだ時に死ぬんではないと、生きてる人に忘れられた時に死ぬんだっていうような言い方もありますね。私結構ね、そうなんじゃないかなと思うんですよ。そして私たちがこうやって生きて頑張ってる時に、お亡くなりになった方のことを思い出す時って、その人がね、蘇ってるってことなのかな。それがだから霊界通信だなと思いながら、なんかぼんやりと生きてる私ですけどね。それでは21時になりましたので始めさせてもらいます。では改めまして吉水さん、よろしくお願いします。今日はお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、毎週お会いしてるんで、なんとも奇妙な感じですけど、今日はズームの方来ていただきましてありがとうございます。こちらこそ、はい、ありがとうございます。信人さんはご一緒ですかね。あの、私のバッグで、はい、ディレクターのようにしています。こんな感じ。今手が見えてます。ご主人です。本当にいつもお世話になっております。私ね、こう見えても毎週タコ丸さんに行き始めてもう5年ぐらいになるんですよ。ね、そうですね、本当に、うん、はい、まあこういう関係というか急接近したのはここ数ヶ月のことなんですけども、うん、うちの大和くんが生まれる前から行って、妊娠中にも行って、生まれた直後も行ってみたいな感じでね、いろんな姿を見ていただいております。で、先日はね、あのうちの父が入院するということをちょっとね耳に入れていただいて、
本当にありがとうございます。千羽鶴をね、急遽追っていただいて、非常に感動しました。そういった意味でも、その思いっていうのは、きっと困難に立ち向かうエネルギーになると思います。うちの父も母も痛く感動してですね、もうね、申し訳ないやらありがたいやらっていうね、本当にこの、清美さんの気持ちが波紋のように、こう、世界を影響を与えているところじゃないかなと思います。また新しい方に、千羽鶴を折り始めてるんでしょ。はい。すごいですね。皆さんすごいですね、この思いは。いや、こういった人の気持ちを私はこれからも大事にしていきたいし、自分が誰かにとってそういう人でありたいなと思ってます。恐縮です。じゃあね、すいませんけど、清美さんをご存じない方もいるかもしれませんので、今日は10名の方今ね集まってくださいました。簡単に自己紹介を、お名前、そしてご出身、趣味など特技などございましたらよろしくお願いします。どうぞ。はい、私は吉水清美と申します。出身は岡山県で、もう目の前が瀬戸内海という、そういうところに、現在も、それから生まれてからもずっとそこに在住しています。趣味は、もう本当にね、興味があるような本をもう手当たり次第読むというのが私の趣味です。それから最近ではもう YouTube にはまり込んでしまって、もうそれも十分楽しんでいます。それからまあ音楽はまあもともと大学も専門だったので、それは全般的にまあ好きは好きです。うん、で特技というのは本当にね、私って人にでもそうですし、動物もうすぐに親しくなってしまうんですね。だから本当に動物も知らない間にどんどん増えて、野良の、猫ちゃんたちも普通になんか見えない姿も見えないのに呼んだら来るんですよ。そういう感じの、日頃を過ごしています。あ、なるほど。特に猫ちゃんは清美さんのお住まいになってる地区っていうのは港町なんですよね。そうです、だから多いんですよ。はい、うちの方はもうなんかもう別荘地なんですけど、うん、わざわざ捨てに来る人がいるんです。あ、いますね。もう本当にもうどんどん増えて大変です。そう、最近ではね、野良犬とか野良猫ってもう駆除されちゃっていなくなったところも多いんですけども、まあでもね、捨てに来る方もいて、結構穴場になってるんではないかなと。いや、そうなんです。本当に。まあそういうね、優しい土地柄ということで、ここはね理解しておきました。あ、後ろ猫ちゃん来ましたね。そうなんです。もうちょろちょろするんです。すみません。で、清美さんの私から言うのも恐縮なんですけども、速稼塾との出会いとかきっかけっていうのは覚えてらっしゃる範囲ですとお話しいただいてよろしいでしょうか。はい、もう本当はもう速稼塾というところにもう本当に入ったのは昨年の9月の終わりなんですけど、実は久保先生との出会いというのはもう5年以上も前から、もう本当にうちの敷地の一番海沿いの道沿いにある小さいたこ焼き屋があるんですけど、そのたこ焼き屋にもう本当に常連様ということで、もういつもよく通ってきてくださってたのがもう久保先生です。しかも私たちはお名前も存じませんでしたし、それこそ主人と2人で、いや平日にいろんな車で来るお兄ちゃんっているよねって、そういうぐらいな感じで、はっきり言ってなんか平日にすごいよねって、で着てる服もアルマーニとか着てるしって、そんな感じの不思議ななんか存在だったんですね。である日海鳥をよく見に来ると言われてたんで、ああそうなんだ、それにしても平日もすごいよねみたいな感じで、それで昨年主人が Google の方のその店の評価を見てたら、先生が高評価してくださってたのを見つけて、すぐにお礼のメールを打つっていうことから、でその先生の名前を見てたら YouTube でたくさん出てたので、それで私たちはもうそれにハマってみて、いやそうだったんだ、そういう方だったんだっていうのが始まりでした。懐かしいなというところですね。そうです。まあそもそも私2013年に速稼塾を始めまして、
まあ、そっからね、広島市内で、もう本当にビジネスの講師として毎日多くの生徒さんを、まあ、結構ちょっと厳しめにね、やってたんですけども、まあ、人財産できたなっていうところと、あとやっぱりね、ビジネスって目的があってやってたんですよね。まずは借金を返して楽になりたいってところがあったんですけども、あと、障害賃金を早めに片付けて、あとはね、本当にスローライフ、自分の好きな人生を家族と過ごしたらどうなるかなってすごく興味があって、2017年に町を引き払ってですね、生まれ故郷に奥さんと一緒に来たっていうのがいきさつだったんですけども、その時に本当にのんびり暮らしたくって、毎日のように奥さんと一緒にね、まあ、ドライブに行って、そして時には、47都道府県、速稼塾塾生さんに会いに行く旅とかをね、1年半ぐらいかけてやって、本当に400人ぐらいの方をお会いしたりとか、あと我が家にお招きする会みたいなのをやって、100人ぐらい1年間で来てくださったりとかね、まあ、本当に本当の意味で利害関係なく対話をするってことをさせていただいたんですね。で、その時にずっと探したのは、まさにね、たこ焼き屋さんみたいなところをされてる方と、なんか仲良くなれたらいいなと思って、ぐるーっと回ってったら、その時地図にも何にも当てがなかったんですけども、お、なんかあそこたこ焼きやってんじゃないのみたいなってね。じゃあ、ここにずっと通いまくろうみたいなことで、ちょくちょく行くようになったんですけども、まあ、お察しの通り私もずっと時間は山ほどあったんで、奥さんとね、不妊治療に行った時とかに、まあちょっとね、今日も、タコ食べに行こうかみたいな感じで行ったり、そしたらやってない時もあったり、やってる時もあったり、それが妙に楽しくってね、今日やってるかなみたいな感じで曲がり角曲がったらくるくる回って、あ、今日やってるよみたいなんでね、密かに楽しませてもらったような感じで、だからね、私たちのその暮らしの憩いの場ではあったんですよ、ずっと。で、何かね、深い話をするでもないけども、たこ焼きいただきながらね、食べながらぐるっと鴨を見ながら、ね、鴨型とかっていう町があるんですけども、皆さん、まさに鴨がたくさんいるんですよ。で、古ぼけた田舎スーパーとか寄ってみたりとかね、そういうのがね、割と好きで、で、あの地区は大島でしたかね、大島の方、結構空き家も多くって、金浦とかね、うん、そう、空き家をこう地図で検索して、あ、売りに出てるぞとかね、賃貸だぞみたいな感じで、あ、こういうところに住まいをまた、構えるのもいいかなみたいな、そういう妄想しながらね、本当旅をさせてもらってるうちに、 Google マップっていうのもこの前もお話したんですけども、いろんなところのポイントに写真を埋め込んだり口コミを書くっていうところをずっと習慣でやってたんですよね。もちろんアフィリエイトのきっかけで始めたんですけども、まあ今の住まいになってから特にアフィリエイトガツガツやるでもないんで、なんとなく習慣としてね、あ、いつもお世話になってるたこ焼き屋さん書こうかなと思って書いたところをご覧いただいて、メッセージいただいた、本当にびっくりしたっていうかね、嬉しくてですね、私としてもなんていうんですかね、こう憩いの場、憧れのたこ焼き屋さんからメッセージが来るっていうのはね、感動でしたよ。本当そういう意味で言うとね、もう相思相愛みたいな感じで始まった関係なんじゃないかなと思います。またね、こういうふうに私がずっとまあ、育んできたといったらね、手前味噌になりますけども、この速稼塾のメンバーさんをお引き合わせできて非常にね、私は嬉しいなと思いましたし、先日もエリコさんがその塾生さんとつながりを持っていただいてね、まあ、これまたなんか第2章が始まったんじゃないかなというふうに本当に思ってますね。ビジネスでつながる人、まあ、今でもビジネスは皆さんにね、どん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 やっていただきたいんですけども、なんかそれよりもなんか心のつながりが結構大きいんじゃないかなと思ってますね。でもまあやっぱり稼いでもらいたいっていう気持ちも強いんですけども、うん、でもなんとなくね、出会えてよかったっていう言葉をたくさん聞いてるような気がする。この数年は速稼塾に入ってこの人と出会えてよかったっていうね、そういう言葉が多かったかなと思いますよね。稼げてよかったっていうよりもそっちの方がなんか私としてはありがたいなっていうところでね、最近は清美さんがなんか軸になってるんじゃないかなという気がしますこれももしかしたら何かの力かもしれません。はい。ということでね、私の演説が長くなっちゃったんですけども、今日は清美さんにいろいろ喋っていただきたいんで、ここから私は静かに
やらせていただきますんで。じゃあ、次の。適度に突っ込んでいきますんで、大丈夫です。まあ、今回のテーマなんですけども、霊と潜在意識ということでお話しいただくんですけども、今回のテーマはいかがです？これにしてみて。そうですね。霊っていう言葉自体もしっくりいかない方もおられるかなと思うんですけど、まあ死んでからを霊というならば、生きてるうちは魂でも、亡くなってもそれから今現在生きてる方も一緒だと思うんですね。とにかくまあ魂、それは皆さん持たれてるので、そのものについては私ももう小さい時から結構関わりが深いので、今回の一つのテーマとして取り上げてもらってよかったなと思います。でまた全然違うっていうのか、まあ、潜在意識っていうのはこれからも生きていく上でもっと楽に楽しく生きれる方法の一つとして、潜在意識を知るとか潜在意識を利用することができたらいいなというので、これをテーマにしました。はい、ありがとうございます。そうなるとこう清美さんと今回のテーマとの関係っていうのはどんな感じになりますかね。まずこの例についてですけど、これは私自身がもう小学生ぐらいの時から、はい、まあ結構悩みの一つでもあったんですけど、ちょっとこうなんていうんですかね、亡くなる方、逆に一番身近だったのが、私のおじいちゃんが、一緒に住んでたおじいちゃんが病院生活に入ってた時に、それが小学校3年生ぐらいだったんですけど、もう亡くなる時が分かる言ったらおかしいんですけど、その日はもう寝れないし、そわ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 して電話がかかってくるというのを予知するっていうのか、私が電話に出てしまうようなことになったりとか、人が亡くなるっていうことをちょっと感じるとか、で、あとは小さいながらもその夢の中で先のこととかを、多分皆さんね、そんなことって経験あると思うんですよ。例えば本当に些細なバスに乗り遅れるとか、電車に乗り遅れるとか、本当になんかそんなちっぽけなことなんかも、あれ？これってなんか見たよね？みたいな。そんなものを感じたりとか、で、ちょっとしたその、夕方とかでも、あれ？あの人、生きてる人？みたいな感じで、こう、ちょっとこう、気配とか見えたりとかをして、でもそれって人に言えなかったんですよね、子供の時は。あまりにも、言っていいものか悪いものかも、ちょっと自信がないし、で、それがだん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 年齢を重ねていくにつれて、いろんな本とかを読み出して、そこにそのどういうのかな、共感できるもの、自分だけじゃなく、あ、他にもこういう人っていっぱいいるんだなとか、それを知ることによって自分も安心したりとか、そういうことから、まあ本当になんかびっくりするぐらいの量の本とかも読んで、でそれがだんだん進んでいって、まあ、高校生ぐらいになったらもう引き寄せの 法則であるとか、もうそういった面に進んでいって、どん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 知ることで少し、まあ、自分も安心もあるし、まあこれって私だけじゃないんだなっていうところ、それがもう最初に自分が疑問を持ったことを今もなおかつずっと追求していってるっていうことにつながりますね。霊っていうのはいわゆる私たちの肉体の、まあ、中にあるのか外にあるのか分かりませんけども、こう私たちがね目をかざしたところで見えないところにあると思うんですよ。でも確実に感じることはできるし、暗闇を歩いてるときにちょっとね、背筋が寒くなるとかね、不気味なものを感じるっていうのをまさに
例の動きではないかなと思う部分が多いと思いますけど、うん、正解かどうか分かりませんけどね。でも先ほど清美さんがお話したように、あの、既視感っていうんですかね、デジャブ現象っていうのは多くの方が感じることだと思うんですよ。それはおそらく経験する前にその現象を先取りして見ることができた、その貴重な瞬間だと思うんで、それが一致してこれなんか前こういうことがあったかもしれないみたいなね、不思議な感覚ってあると思うんですよ。あれっていうのは、あの、霊の働きによるものなのか、それとも潜在意識の中に未来の経験を先に持ってこられたのか、どういった感じで捉えればいいんですかね、私たちは。あれって多分シンクロニシティって言って、まあ、第六感とかも働くんだと思うんですよ。それはやっぱり、あの、自分たちの意識の中の無意識、要するに潜在意識が自分たちに感じさせたりとかするんじゃないのかなとは思うんですね。はい、だから、だってその意識しながら、あの、それが見えたりとかするわけじゃないので、はい、要するには無意識の中でそれをまあ見たり聞いたりするので、うん、私の場合は匂いとかも来るんです、はい、不思議なことに、はい、あの、匂いを感じたりとかもしたり、うん、それもなんか変な話なんですけどね、うんうん、でも割とその霊というものをその私だけではなく、私の甥っ子なんかはもうもっとすごくって、本当になんか手形をつけて帰ったりするぐらい。普通の人が見ても、手形がついてるのが見えるぐらい、はっきりついて帰ったりすることもあるんです。ああ、なるほど。聞かない話ではないですね、それはね。ですです、本当に。はい、あの、私ね、あの、何回か、その、いわゆる、諸葛亮孔明の生まれ変わりだって自称する人にお会いしたことがあって、1年半ぐらいお付き合いがあったんですけども、最初はね、やっぱパソコンを通じてライブ放送で対談をしてたんですよ。当時ユーストリームだったんですけども。そうするとね、私が手をこうかざすとね、手相を見るわけなんですよ。で、手相が当たるのはよくあることなんで、びっくりしたんですけども、すごいですねぐらいだったんですけども、久保さん、これからね、久保さんの手首に私がね、手形をつけますよっていうから、そのまま手をかざしてたら、ここ手をぐっと握られた感覚があったんですよ。で、あ、なんかちょっと痛いんですけどと言ったら、みるみるここにね、赤いものが手形がついてね、これすげえなと思って、次の日会いに行きましたよ。なんでこんなことをするんですかって言ったら、いや、久保さん、こうしたら会いに来てくれるでしょって言って、あ、会いに来ましたみたいな感じで、もう操られちゃったような感じでね。まあ、そういう経験も私はあってですね、必ずしも自分が認識してる以上のことができる人、これいるんだなと思いましたね。うん、まあ、その人だけでそう思ったわけではないんですけども、それまでもね、やっぱり不思議なことをね、する人っていうのがいて、まあ、半分手品じゃないかなと思ったところもあったんですけども、なんか私たちがね、使えない力、私が使える力っていうのは、もう腕にね、あざをつけるのは、私はもう握力でグッとやれば目の前の人をやることができるんですけども、握らずにやるとか。で、逆にそれで癒すこともできるんだよとか言われましてね。で、久保さんは痛んでるところが全くないんで、癒すところがありませんって言われてからね、なんかショックなら私も傷つきますよみたいな、そんなやり取りがあったんですけども、まあでも久保さん結構タフなんで、精神も肉体も。だから、少々痛めつけながらの方が健康になれますよみたいなね、なんか妙なこと言われてね、なんか割とフランクなこと言う人だなと思ったんですけども、ちょっとね、ゆずみさんに、清美さんに聞いてもらいたいのは、皆さんにもね、ちょっと知っていただきたいなと思うんですけども、あれですよ。霊っていうのは人が生きてる間もあると思うんですけども、死んでからも霊だけは残るもんなんでしょうか？それはね、私は仕事中、セラピーの仕事で霊気っていう、まあ、気に近いものを使うんですけど、それもまあちゃんとトレーニングを受けて、まあ、認定証を全部持ってるんですけど、はい、その時に私ね、偶然にもその自分が見ようとか聞こうとかって思わなくってもアプローチをされることがあるんです。うん、それは本当にこう背中からこう気をバーンとこう流してる時に、ここの辺でなんか、なんていうのかな、 DVD でも見てるような感じで、スーッとこう入ってくるもの、でもその人が私にとって初対面であったら、その人の状況が全部わかるわけじゃないのに、ただその人の背中から感じるもので
ここに入ってくるものを伝えるしかないんですよ。うん。うん。例えば、の、なんていうんかな、その人の先祖とか、その人の知ってる人の亡くなった例ならば、まだこんなことを言ったら、その人に通じるっていうのがありますけど、全然関係がない人がついてくることもあります。で、もうそういう人っていうのは少し体質なんでしょうかね、波長が合うんでしょうか、しょっちゅうついてくる人もいます。例えば病院とかにお見舞いに行って帰りに電話をかけてきて、ちょっとなんかもう調子が悪いから今空いてたら行っていいですかっていうような、いいよ今なら空いてるから来たらいいよって来られたら、もう顔が違うんです。いつもの顔ではなく顔の表情が違うし、あ、またなんかついてきとるなって思うぐらい。でやっぱり同じように気を流していって、光をこう味方につけて気を流していくと、何が見えるかって言ったら、そのついてる気って、ついその人についてきた人が不思議と皆さん自分が亡くなった時の状況を見せるんです、私に。なんか不思議なんですけど、だから病院から帰りについてきてる人なんかは、その病院で亡くなった時の状況を見せたり、だから私そういう時はもう普通に光をこう下ろしてあげて、ああそうだったのねみたいに。ほんで、例えばもっとおかしな話なんですけど、うちどこは誰もタバコを吸わないんですけど、もう無性にそのタバコ臭い匂いがしたりするんですよ。で、ものすごいアプローチしてくるので、集中してイメージに入れると、本当にね、こんな感じで見える。これはまあスマホのケースなんですけど、タバコの箱をこう持って、で、こっちにタバコを吹かしてる姿の男性が出てきたりするんですよ。しかもね、銘柄も私よくわからないんだけど、オレンジ色、こんな色の箱、タバコのケースで、ほんで黒色で E から始まる、スペルが E から始まるようなタバコの銘柄が見えるんですよ。ほんでそれをこっちに持って、こっちでタバコを吹かしてる人が、多分その方はなんか工事現場とかのそういう仕事をされてるような人で、そういう服装、作業服のような感じの服装で出てきたりとか、だけど実際その人が出てきた時に、とにかくまあタバコ臭いのもそうなんですけど、もう亡くなってるし、どうぞ向こうに上がった方がもう絶対いいから、気持ちがいいところだからどうぞ行ってくださいみたいな感じで、私テレビでするように、誰についてきてるのみたいな感じで怒ってるとか一切しないんです。もう本当に今ここにいる人たちと同じように、ああそうでしたかみたいに。だけど、ああ大変でしたね、もうじゃあ光が見えるでしょう、でそちらへどうぞ上がっていってくださいねみたいな。だから時には本当になんかずうずうしいとかで思うんですけど、甘いものが食べたいいうなんか魂やんか霊も来るし、甘いもの何が食べたいとかいうような感じの時もありますよ。さまざま。あとなん、よく皆さんお経がものすごくなんか亡くなった方には必要って思われたりとか、線香が必要って思われる方多いんですけど、亡くなってるそういう霊から聞いて、ああそうなの、そんなんでいいのって思ったのは、熱い香りがするお茶、ほうじ茶とか、熱いお茶、それと普通のお水、その2点はよく言われます。線香よりそれでいいんですよって、へえと思って、私とこはだから毎朝自分たちの先祖、主人側や私側の先祖のために、ここには仏壇とか何もないので地なんだし、でも毎朝熱いお茶とお水はちゃんと
用意して、うん、ありがとうございますって声はかけるようにはしてるんです。うん、ということは、いろいろご経験お話しくださって恐縮なんですけども、うん、霊魂っていうのは、霊っていうのは人間が生きてる間もあるけども、うん、人間がお亡くなりになってからも存在するってことでよろしいですかね。はい、私はそう思いますね。はい、まあ10人いたら10人の考えがあるので私はそう思います。はい、そこでね、あの霊魂ってどのぐらいの間生きてるっていうか あるもんなんでしょうか。どっかで霊といえども消滅するもんなのか、それとも人類が全部いなくなっても霊だけはこうずっとあるものなのか、どこまでこう霊の寿命ってのはあるものなんでしょうか。生きてる人間が霊を感じなくなったら霊の存在っていうのはじゃあ誰がこう感じるのか、存在してるのかなとかね、100年ぐらい経ったら霊が消えるのか、それとも霊がまた生まれた人の心に入るかなんかするのかなとかね、思っちゃったりとかねするんですけども、どこら辺まで生きていらっしゃるものなんですかね。例えば石器時代の霊が出てきたなんて話あんまり聞かないんですけどどうなんですかね。アウストラルピテクスの霊が乗り移ったとかって聞いたことがないんですけど、大体この戦国武将とか明治時代とかおじいちゃんおばあちゃんぐらいの割と近代の人が霊として来るっていうのは聞くんですけども、どのぐらいいるのか、それとも霊は薄まっちゃってあるんだけども私たちに感じにくいものになってくるのか、そのあまり昔のものだとね、どうなのかなと思ってたんですけども、やっぱりこう身近な霊の方が強く感じるぐらいに思っておけばいいんでしょうかね。そうですね、よくなんかあのいろんな方が守護霊守護霊って言われますけど、はい、大体あの守護霊っていうのが、まあ、自分の先祖の方が守護霊でつくっていうケースも多いんですけど、うんうん、大体自分から数えて3代前ぐらいまでがあの、うん、一番身近なんかもしれませんね。で私はその霊っていうのか、まあまあ、霊イコール魂、魂イコールもともとはそのみんな光のような存在じゃないのかなみたいなところぐらいまでは自分の中で、信じてるところなんですけど、うんうん、あの自分のことで言うと、まあ、自分のまあ経験や体験で言うと、うん、そうですね、そのこういう仕事をするにあたっていろんなトレーニングや、そういうものを全部してきてることはしてきてるんです、はい、でないとあの人様に何かを伝える仕事をするにあたって、生半可な、自分だけの考えを伝えるっていうのはいかにもその無責任なので、自分もやっぱりトレーニングを受け、自分の中の気持ちも全部クリアな状態じゃないとなかなか人に、ちゃんと自信を持って伝えるということができないので、だからね、こんな話もしてもいいのかね、対抗催眠を私は何回も受けたことがあるんです、うんうん、で対抗催眠っていうのは今現在の自分がの魂が違う魂っていうのか、違う時代を生きた時のこととかも見てはくるんですけど、うん、まずは今生きている自分の中の傷ついた部分とかをクリアにしていったり、うん、そういう訓練をし、あとそれからどん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 下がっていって過去性とかも見てきたりしたので、だから先ほど久保先生が言われたように、霊がどれぐらいその期間、どれぐらいの期間って言われると、それは今世だけではなく私の中では輪廻転生があるのかないのかって言われると、実際その対抗催眠を受けた時には違う国の時に生存していた自分も見てきたし、ということはじゃあ繰り返しているのかなっては思いましたね。だから期間を聞かれると、それはもう相当の長い期間、うん、のその魂はどん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 そのいろんな経験を積んでくるのかなっては思います、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、うん、なかなか難しい答えにくいことだとも思えるんですけども本当にありがとうございます、答え
でね、私自身ね、その守護霊を見てもらったことがあるんですよ。それがね、非常にがっかりする霊視だったんですね。というのが、久保さんの守護霊は非常に力がないですよ。なぜならあなたはずっと農民だから、もうろくな人生を先祖は生きてないんですよ。だからあなたに守護霊がついてるけど何の力もありませんから、自分の力で生きてくださいって言われて、あ、そうなんだと思ったんですけども、だいたい守護霊って僕が意識したのは強い戦国武将がね、後ろについてて、もう危機になったらね、何でも助けてくれると思ったんですけども、いや、そんな人めったにいませんよって言うから、あ、確かになと思ったことがあってね、がっかりしたんですけども、このなんかね、本当にしてもですよ、こんながっかりするようなね、お金を出して見てもらったのに、あなたの守護霊は頼りがないって言われるような、そんな人っているのかなと思ったんですよ。そんな人もいるんですかね。私自身は 人の守護霊とかを見たりはしないんですけど、それから、はい、うん、それもそうですし、その亡くなった方を無理やりこっちから呼んで下ろすというのはとても非常に失礼な話なので、それもしないんです。ただ来られた方について来られて、その人をこんな風な注意事項があるとかメッセージがあるっていうのはお伝えします。向こうからアプローチされた場合はちゃんと聞き届けて、それをちゃんとお伝えすることはできるんですけど、自分からは、例えばその亡くなった私の主人に会いたいんですけど先生呼んでください言われても、それをお断りします。ああ、そうなんですね、うん、だって今世を終わった方っていうのが向こうにせっかく帰られてるのに、わざわざまだここまで呼ぶ必要もないし、それは私は今現在ここに生きてる人のエゴだと思うので、それには手を貸しません、はい、もう非常に大切な考え方だと思うんですよ、うん、でその時ね、私もそれ気になったんで、こんな勝手に呼んで良いもんなんでしょうかって言ったら、うん、いや、久保さんね、あなたの後ろについてる守護霊さんは自分の人生が頼れなかったから、自分の子孫はすごくいい暮らしになってるだとも期待して、一目でも見たいとずっと思ってたんで、だから来てくれて多分安心してもう二度と会われることはないと思いますよっていうふうに言われたんですよ。だからそういう感覚ともあるのかなと思ったんですけども、それはあると思います。人に言ってるかもしれないですけどね。いやいや、でもそれはあると思いますよ。例えば自分の先祖の方なんかで、自分がもうちょっとこんなことを果たしたかったっていう場合は、うん、守護霊としてついてその人をサポートしながらも、自分ができなかったことをしてもらう言ったらおかしいけど、してくれる人の応援をする、そういうケースあります。あ、うん、それ私も言われました。ああ、なるほどね、うん、まあ、ちなみにね、私の守護霊さんはね、飢饉の中で苦しんで、もだい苦しんで、死人の肉を食べて生きてみたんだけど、それでも生き残れなくて死んでしまったみたいな、本当非業の死を遂げて、その時そういう人が結構いたらしいんですよ。だから自分の子孫がもしいるんだったら幸せになってほしいなっていう気持ちでお亡くなりになったって言って、最後はね、なんかすごくそういういい話されたんで、それまでなんかこの占い師ダメだなと思ったんですけど、最後に感動しちゃって、ありがとうございますみたいになったんですよね。なんかすごく上手な喋り方だったなと思ったんですけども、自分の先祖をね、私もどんな人がいるのかなって知りたい部分はあったんですけども、なんか知らなくてもよかったような、知ってよかったような、なんか複雑な気持ちになりますね、なんかね、知った後であれですけども、でもこうやって今日話せたんで、ちょっと気が楽になったっていうかね、今のあなたのあれですよ、子孫は幸せですよってちょっと言いたいですね、今ね。はい、ありがとうございます。じゃあね、ちょっと次の質問にさせていただきたいんですけども、はい、この清美さんのお力っていうのはね、どんな方にお伝えしていきたいと思ってます？同じように、その例えばその見えないものが見えるような人、はい、うん、それからそれによってちょっと恐怖心を持つ方、そういった人もやっぱりここには多々来られるんです、うんうん、でそういう場合は少しそういったものから、まあ、削除するっていうのかな、まあ、除霊であったりとか、そういうようなことも可能ですし、うん、あとその今その霊とかとはもう全く違う、今自分たちが生きてる中で、例えば適応障害であったりとか、
いろんなさまざまな精神的な病を持たれる方、これもものすごく多いので、うん、だからそういう方のためには本当にあの自分のまあ調べたりして持っているノウハウの中を利用しながら、その人の、いいようにその問題が解決しやすいようにあのアドバイスしたりとか、うん、それは鑑定しながらちゃんとアドバイスもしたりしますね。だからあの過去でも本当に適応障害で長いこと通ってこられた方もいたんですけど、本当にパワハラから言葉を失ってしまうぐらいの方もいましたよ、うんうん、だからそういう方のためには私が何がでじゃあできるのかというと、本当にあの気候と同じような気を使いながら、本当にその人にその、気持ちが落ち着くように、自分のことを誰もが全然その必要としてない人なんかいないということ、あなたのことを全くあなた自身が誰にも愛されてないことはないということ、そういうふうな、人が一番必要とする愛情であるとか思いやりであるとか、その一人ではないというようなことを本当にあの伝えて、気持ちがあの少しでも楽になるように、うん、そんな施術をあの行ったりします、うん、というとそうですね、どんな方にあのまあ、来ていただきたいかなっていうかね、うん、今現在うちどこに来られることはやっぱりその体調不良の方もそうですし、はい、過去でもそうですけど、もう看取りに至る寸前のところまで通って来られた方もいましたね、うんうん、で、はい、あとまあ、その自分がこういう人と結婚しようと思うんですけど、うん、相性を見てくださいとか、うん、そういう方もいれば、うん、例えばその土地を買って家を建てたいんですけど、どの方角がいいですかとか、うん、もう本当にありとあらゆる、うん、なんか皆さん持たれてる悩みが幅が広いので、うん、まあその都度その都度その人に合ったアドバイスができればいいなとは思うんですけど、うん、だからどの方どんな方って言われるのも幅が広すぎてあれなんですけど、大概いろんな方が来られます、はい、じゃあちょっと質問変えますけども、はい、一番、カウンセリングをした数の多いのはどんな方でした？うん、いわゆる得意分野ですね。そうですね、はい、やっぱり精神的な病の方多いです。うん、まあ、適応障害とかそういったもう本当に心療内科に通ってる方、そういう方の、アドバイスが多いですね。それとあとはその半分ぐらいはあと体調不良はもう本当にね、気の流れを整えていって、あともう私は本当私にその力をトレーニングしてくれた先生は、自分の中に相手の、気を入れたりしたらその痛みを感じるので、うん、そうしなするのはやめなさいってよく言われてたんですけど、でも実際本当にその方の例えば足首を持って全身に気を流す場合、そのまんま自分を通すんですよ、自分の中に。すると、その時その人がどこがどんなぐらい痛みがあるっていうのを自分の体を持って伝わるんです、うん、だからそれをすると自分ももちろんその時は痛いんです、うん、だから例えば逆にうちへ来られていた方で末期がんの方なんかは、どこが今日痛いっていうのが日々違うんです。今日は息苦しいとか、今日は頭がすごく痛いとか、今日はお腹が痛いとか、いろんなところが違うので、それをその方がいちいち言わなくっても、うん、気を流してたら、ああ今日はこんなにここが痛いんだなっていうのを感じるので、うん、で私の方が今日は呼吸が苦しいねって、うんうん、
うん、もうそろそろ24時間酸素を鼻からずっと入れることをした方がいいよっていうアドバイスもしました。なるほどね。そうなるとそこまで聞いちゃうと、例えばね、清美さんに、うん、あのご相談したいなって思う方がいたとしても、うんうん、その分清美さんにダメージがいっちゃうから遠慮しちゃうような気がするんですけども、その辺はなんか心配ないんでしょうか。だからそれを皆さんは多分知らないんですよ。で結局は私はそのものすごく大きい病気の人に施術をした後は自分の体があの病気になるわけじゃないので、うん、結局その方が帰った後1時間ぐらいちょっと横になったりしたらまた普通に戻ります。あ、なるほど、うん、だそうなんで皆さん心配ないみたいです。遠慮して相談に行きにくくなるんじゃないかなと思っていやいや、もう全然心配はありません。はい、わかりました。あのいろんなご経験とかね、施術の実績とかあると思うんですけども、その中でね、うん、最も感動したとか、これは学びになったなって思い出深いものって一つ紹介するとしたらどんなものがあります？それだったら、うん、40代ぐらいで亡くなられた方なんですけど、はい、何年かこちらに通っては来られたんですけど、その方はまあ、私もまあ実際自分もがんを経験してるんですけど、その方もがんだったんです。で、まあ、いろんなところにまあ転院して、で、最後はもう、うん、まあ、自宅から救急車で病院に行って亡くなったんですけど、その日も私のところへ電話があって、先生今日空いてる時が少しでもあったら霊気をしてほしいって言って出たんですね。で、じゃあ4時においでって約束をしてて、その4時になって来れなくって、うん、でその時に私がなんかもう嫌な感じがしたので、うん、じゃあどうしたんだろうと思ってたら、一本の電話で私のその義理の妹から、誰々さんのところに救急車が止まってるけど絶対に姉ちゃんに知らせんといけんと思ったんよって言って電話があって、すぐに私車で駆けつけて、結局その病院に行ったんですけど、はい、最後その彼女が私にずっとね、もう何ヶ月っていうか、もう1年以上前から私に約束をしてたんですよ、はい、でその約束っていうのが、先生私ねって、最後にもう肺がんもあるし、肺で亡くなる方ってもう呼吸が苦しくなって溺れるように亡くなる方をいっぱい病院で見てきたと、はい、私は最後溺れるように怖い思いをして亡くなりたくはないんだよって、うん、だから先生お願いだから、その時に私が道に迷わずに気持ちが怖がらず亡くなれるように、そんな気を流してほしいって、うん、そういう約束を私にしたんです。だから私は彼女にいつも、いやそれはねって、私が先に行くっていうこともあるんだし、そんな約束はできんわみたいにいつも励ましのつもりでそう言ってたんですよ、はい、で実は私コントロールはできないんですけど、思想も見たりするんです、うん、だから彼女がここを初めて訪れた時にもうすでに彼女に思想が見えてたので、うん、それもいつも聞いてたんですよ、私に、先生思想が見えるとか言って、うん、見えんわそんなもの、死ななきゃなかろうみたいにいつもそれでごまかしながら、うん、話をしてて、うん、だからでもその時は本当に彼女の場合は、私が病院に駆けつけた時にはまだちゃんと病院で蘇生されてて息もあって、で彼女のお母さんが私に来てくれたんだっていう話から、最後にもう処置室にその医師が最後の入ってくださいみたいに言われた時に、まだこう蘇生してたんですけど、はい、もう全てをもう手もやめて、はい、でその時にお母さんが彼女の頭の方に行った時に、私は足をスッと持って、うん、本当にもうなんか安らかに、なんかこう痛みや苦しみから取れるような、生きるための木ではなく逆に見送るための木を足からこう流したんです、うん、だからそれで本当に約束が果たせたかどうかっていうのは
聞けるわけじゃないので、うん、わかりませんが、でも、うん、それが一番その自分の中では大きく残ってますね。なんかこう貴重な体験であると同時に、うん、非常に思い出深い体験になりましたね、うん、でこれはなかなかね体験された方じゃないと実際わからない部分だと思うんですけども、うん、その思いの一端は多分今のお話で受け止めた、うん、られたんじゃないかなと思います。今ねご覧になってる方で今ね言葉の中にその思想ってのが出てきたじゃないですか、うん、あれってのはつまり顔に出ている死の層っていう意味でよろしかったですか、うんうん、その思想なんですけども私もね思想が出てるって言われたことは何回かあるんですよ。出てませんよ。いやそれが不思議なことなんですけども思想って出た瞬間にじゃあ1日後の死を予見してるのか50日後なのか50年後なのか100年後かっていうことを教えてくれないんですよ。でも人間は必ず死ぬんで全員に思想があるといえばあるんですよね。この思想ってのは何時間前に出るもんなのかなっていうのを聞いてよろしいものなんでしょうか。その時はね全然教えてくれなかったんですよ。思想が出てると、いや当たり前では人間は死ぬんだよと僕は言い返したんで答えてくれなかったんですけども、ちょっとね実際は思想って何日前何日後に死にますよって思想なんでしょうか。もしくは思想が出てる、うんうん、何日とかじゃないです、うん、ね実際私が今まで見てきた思想を偶然にもコントロールするわけじゃないんです、うん、その人の思想を見ようと思って見るわけでもないんです、うん、偶然見てしまうんです、うん、例えば皆さんで言ったら一番わかりやすいのがテレビでアナウンサーしてた逸見正隆さんご存知ですよね。まあそうですね、かなり昔の方で、はいはい、その人も病気で亡くなったんですけど、うん、普通にテレビ局のアナウンサーをしてた時には見えなかったんですけど、その人が独立して、うん、して独立しますっていうのをテレビで報道した時にあって思ったのが、あこの人そんなに年を取ってからじゃなく今の顔とあまり変わらない顔がこんな風に見えるんです。私の場合ですよ、私は思想を見てしまうときは生きたその人の顔に亡くなった時のちょっと薄い感じの顔がこう見える、スライドするような感じで今の顔にこう見えるのが私が見てしまうことなんです、はい、でそれってまあもちろんコントロールでできるわけじゃないんですけど、その時思うのは、うん、そのスライドした薄い顔が今の顔と年を取ってたらあまだ先で亡くなるんだなっていうのが分かるけど、このスライドした顔があまり自分の今の現在のその方の顔とあまり変わらない場合は、うん、要するに年数がそんなに経過しないうちに亡くなるということなんですよ。ああそうなると逸見正隆さんの場合は、まあ、若くして亡くなったんですけども、80歳の人に対して思想が出てるっていうのはこれ適当なんですか。そういうのはね、うん、見たことありませんね。ないですか。逆に、うん、私は私の力が、まあ、ないんでしょうけど、うん、そういうのは見たことないですね。例えば私が、まあ学習塾をしてる時にも本当に中学校2年生ぐらいの男の子をお母さんが連れてきてここの塾入りたいんですって言った時のパッと一番最初に初めて会った時にその子がこうキャップ帽をかぶってたんですけど、その子に思想を見たことがあるんです。もうすぐ亡くなっちゃったんです。中3で亡くなりました。あちょっと何年か経ってってこと。1年半か2年弱です、うん、だからその時の顔とあまり変わらない顔をこう見たということです、うん、あなるほどね、うん、あそういう見え方するそうです。皆さん思想といっても、うん、なんかそういうふうにオーバーラップして見るような感じですかね、うん、私の場合はですよ、はい、だから皆さんの見方というのは私は知りませんし、はいはい、私は自分がまあ経験したりしてきたことでしかお話しすることできませんから、はい、うん、まあ、ちょっとね私の学びの一つなんですけど、思想についてね、いわゆる手相と同じように思想を見る易学っていうのがあって、うんうんうん、でその本に適当なことが書いてあったのかもしれないですけども、うん、思想を見ることによってその人の
死を避けることができるみたいなことが書いてあってね、そのために思想ってのは見つけるんですよってことがあって、だから外すように生きていけば思想を外すこともできるし、うん、でも思想のまんまに受け入れて、うん、亡くなっていくこともできると。それは思想を受け取った人が決めていくことなんで、ぜひね、うん、思想が見えたら教えてあげろみたいなことが書いてあって、でも知りたくねえなみたいなことがあってね、私はちょっと見えても言えれんわ。なんかあ、多分そういう気持ちもあるでしょうよね、うん、だから思想が見えても言えない人もいるから、その人のためのなんか説法もあったんですけど、そっちは私読まなかったんですよ、うん、だからなんかその思想学ってのもすごくね歴史が長くって、うん、でまあいわゆる深いんだなというところがね、うん、印象に残ったんで、今日思想って言葉にちょっと私反応して、うん、清美さんなりの解釈を聞いてみたんですけどね、非常に学びになりました。答えは一つではなくて、やっぱり人の人生が十人十色であるように、うん、思想一つにとっても様々な見え方があるから、本当に一人一人心を尽くして、うん、面談してみないとわからないってところでしょうね、きっとね、うんうん、まあ、大体の人はこうだよっていうのがあるのかもしれませんけど、やっぱり100人見たところで101人目は別の人ですからね、うんうん、やっぱり固定概念にとらわれずに、うん、一人一人しっかり寄り添っていくことが大事だなと、うん、学びになりました。でも私はコントロールができなくって偶然見てしまうんですけど、その思想の場合は、はい、だけど思想は見ても絶対口にしてはいけないと私は思うんです。うんうんうん、だってその避けれるか避けれないかっていうところも疑問ですし、うん、いずれにしろ生まれておぎゃーと生まれてきていくところはみんな向かっていく方向は一緒だと思うので、最後はだけど、その例えばその方があと数年しか生きれないとかいうのが分かっても、うん、それを言ってしまうことで、まあ、それ知りたい方もたくさんいると思うんですけど、私はちょっと言いませんね。ああ、そういう考えも当然あるでしょうしね、うん、死を受け入れた方にとってはその思想が見えて死期が知りたいっていう希望もあって、うん、周りの人にお別れを言いたいっていうこともあったらしいんですよ、うん、だから知らせる人と知らせない人がいるのはそれは当然なことなんだよっていうところで、私は死を知らせるべきの方をね、ちょっと読み込んじゃったんで、ちょっと知らせない方のことは分からなかったんですけども、でもね、やっぱびっくりしますよね。お前なんか何日までしか生きれないよって言ったら嫌だなみたいなね。昔そういうゲームもありましたけどね、あなたの死ぬ時期が分かりますみたいなゲームセンターでね、手をパトッとはめたら、あなた87で死にますとか言ってね。ずいぶん先だなと思っちゃったんですけど、まあいろんな、まあ、でも、うん、もし、はい、自分に置き換えてみたら、はい、さっきその久保先生が言われたように、うん、自分がその亡くなるが何歳っていうのが分かった場合、その例えばそのお別れの仕方であったりとか、うん、自分が最後にしたいこととかいろいろあるかと思うんですよ。実際自分が昨年本当に告知されて3ヶ月以内にオペができないと元も子もないって言われた時に、はい、やっぱり自分のことながら就活も考えたし、うん、知った方が良かったっていうか、今生きてるからそう思うかもしれないんですけど、実際それを聞いた時には焦りもあったんですけど、うんうん、3ヶ月以内にじゃあオペができなかったら春はないのかなとか、いろんなことを考えた中では、やっぱりその知ることっていうのも本人の意思かなと、本人が知りたかったら知った方がいいのかなとも思いましたね。でもこれ生きてるから言えるんですよ。でもほら、私たち同世代として多分ね、かつてはがんのその告知ってのはタブーとされていたんですよね、うん、だ本人だけ知らずに周りの人だけが急に優しくなって、うん、なんか来年はこれしようねって言ったんだけども、なんか本人はいきなり死んだみたいなのが、うん、あまりにも不便。今ってそんなこと全然聞いてくれないんですよ、病院が。今逆に普通に、はい、もうなんか普通にほらね、がんよみたいな感じでなんか軽く言われる、はい、びっくりした、まあ、私も
そうですね、がんは不治の病じゃなくなったっていうところが大きいんじゃないかなと。治療法がだいぶ出てきたりとか、あとはターミナルケアっていう考えも出てきて、もう1年ぐらいしか生きられないから精一杯やりましょうみたいな、今度逆にもう生きることへの励ましになるっていうのか、なんか考え方が随分なんか進化してきたのかね。人間はみんな有限の命だってことを受け止められたから、で病気になって深刻になった時にやっぱこう家族の方から告知を進められたりとか、あとご本人さんがね、何て言う、式の告知をした方がいいですかっていう希望を聞いたりとかもするらしいんですけども、ちょっとだいぶ変わったなと思いますよね。つまりは病院ですら死を告知するようになったんで、いわゆる思想に関しても知らせる人がおかしくないんだろうなと。なるほどな。なんかでもその責任がなんかちょっとな、難しいかも、医師ではないので。まあ腹くくるしかないですよ、そこはね。霊を扱うものとしては。やっぱ人のなんか生き死にに少なからず私たちは関わってるんで、その人の命まで追っていこうかなっていうところなのかなと思うんですよね。まあこれはちょっと私の勝手な考え方になりますけども、ね、すいません、ありがとうございます、いろいろと。はい、じゃあですね、そろそろ大詰めになってきたんですけども、そうですね、これを聞いとかないといけんかったですね。感染症のことです。ちょっと例から離れるんですけども、一般論になりますけども、この2年間に及ぶね、感染症生活で人々の心はどのように変わったと思いますかっていうことをちょっとね、皆さんに聞いてるんですけども、テーマとは外れるんですけども、いかがなもんでしょうか。これってまあ世界中でも流行ってきた感染症なので、実際にその医療関係なんかで働いてる方もここにはよく来るんですけど、そういう方がやっぱり自分たちがこう被害妄想じゃないんですけど、自分が今、感染症にかかってるんじゃないかっていう不安が本当に幻聴であるとか、幻覚を見たりするケースもありましたから、だからそういう末端で働いている方も含めて、大変なことだなとは思いますね。でもなんかその色がついてるわけじゃないし、目に見えるわけじゃないし、一体どこからどこまでを信用していいのかもわからないし、そういう中でなんか世界中が踊らされてると言ってもおかしいんですけど、何かちょっとこう、クエスチョンマークがありますね。ありがとうございます。なかなかね、これも今のところ、なんか多くの方が不安に思ってることであるんですけども、ただ多くの方が不安に思ってるから不安に思ってるのか、それとも本当に恐れているのかっていうのが見えにくくなってきたなっていう、そういうところがあるのかなと思いますよね。私たちは一体何に怯えてるんだろうかみたいなことがありますけどもね。これはまだまだあと2年3年と続いていくことだと思いますので、結論を焦らずに少しずつ見ていきたいと思います。さあ、それではね、今年2022年になりましたけども、清美さんが取り組んでみたいこと、具体的に達成したいことなどありましたら、ここで決意表明などいただけたら、私も非常に興味があるんですけども、いかがでしょうか。私はそうですね、せっかく今生きてるので、今まで自分が YouTube なんかは本当に逆にこう見るだけ聞くだけの側だったんですけど、この文明の利器を使って、より多くの人に自分が発信できるようなことがしたいですね。そして、もしそれで自分を必要とされる方がいるならば関わってもいきたいし、まずは自分自身が決意として言うならば、今日はその具体的に潜在意識の話がなかなかできなかったんですけど、潜在意識を上手にその自分なりに利用できることならば利用して、例えばそのそうですね、その知らずして、生きにくい人生を生くよりは、知った上でその潜在意識なんかを自分が利用できる側になり、より楽しく楽に生きていけるように、自分がまず形として見えるぐらい形として、皆さんに報告できたらいいなと思います。ありがとうございます。じゃあ今年まだ始まったばかりですけども、1年かけてになるか、それとも夏頃に
何かね大きな発表ができるのかまだ今のところ分かりませんけども、これからも皆さんね、きよみさんの発信にぜひね注目していただきたいと思います。 YouTube を日々されてますもんね。はい、はい、じゃあ皆さんブックマークしてきよみさんの発信ぜひ受け取ってみてください。ちょっとあれですね、痩せた私なんかを載せてみたいですね。あ、皆さんそういうことらしいですんで。はい、ありがとうございます。いやね、YouTube といえば私今日ね、アカウントの制限を食らいまして、すぐサブチャンネルの方に移行したんですけども、実はね、半年ぐらい前にも同じようなことがあって、で慌ててサブチャンネルをね、設定したんですよ。まあそういう感じで、常に発信にはこういったリスクがつきものですから、ちょっとね、発言にも気をつけないといけないと思いますけども、特にね、あの、例を扱うとね、ちょっとね、罰が来ることが結構あって、要するにね、あの、なんていうんですかね、YouTube Japan がこれはちょっとタブーですよっていうのが明文化されてないんですよ、あるんですよ。ですんで、あの、感染症のこととかね、政治的思想のこととかっていうのは割と制限されたりもするんで、慎重にならないといけないなってことですよね。でも何によって NG 食らうかわからないんで、本当私ディープステートの話はね、相当ね動画が削除されて警告が来たんで、あの、もうあの話はできないなと思ってる。あ別にいいじゃないですかね、ファンタジーで話してるんだからと思ったんですけども、なんかね、誤解と人々への不安を与える恐れがあるためとかってきてるんですよ。じゃあ都市伝説チャンネルとかもっと早く削除してくれよと思うんですけども、まあ不思議なことってのは好きですよ、あの番組面白いですよね。面白いです。うん、そうなんですよ。私もね、宇宙人も大好きでですね、宇宙人が大好きなのか何なのか分かりませんけども、あの、要するにまだね、分からないことって好奇心が尽きないんですよ。分かることは分かることで、まさに使っていきたいなとかね、楽しんでいきたいなと思うんですけども、分からない部分って必ず残りますんで、今日の潜在意識や例のことについても、分からないことが多いんですよね。多いんで分かるまで追求していこうかなと思いますから、今後もねこういう機会を設けていろんなことをまた勉強させてもらいたいなと思うんですけども、またこういう機会持っていただけるでしょうか。もちろんです。私もまだまだの勉強途中なので、はい、嬉しいです。頑張ります、はい、今日ね、あの、きよみさんにちょっと連絡を取ってみたいなとかね、いう方がいらっしゃったら、どこに連絡をすればいいでしょうか。メールアドレスやYouTube チャンネルがあれば、うん、はい、それとあと、あの、私からのプレゼントということで、プレゼント、これ、あ、いいですね。3月まで、限定30名の方に、まあ、私ができる運命の鑑定だとか、それを含んでセラピー、悩み事の相談であるとかを、リモートでもちろんできますし、うん、半額で30名の方限定で、はい、うん、あの、プレゼントしたいと思います。で、それをこの完全予約制なので、はい、この受付とか問い合わせ、例えば、まあ、料金の問い合わせなりなんなり、このほぼみり @gmail.com、 こちらに Gmail で、うん、あの、お願いしたら、あの、お願いできたら、あの、私に、あの、質問なりなんなり、あの、うん、受け付けていますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ここまでしていただきました。プレゼントもありますよ、皆さん。ぜひね、鑑定未経験の方ね、いらっしゃると思います。これを機会にね、どういうふうに見てもらえるのか、自分の見えざる己の姿をね、ぜひ鑑定してもらっていただきたいかと思います。料金かなりいい感じにしてもらいましたんでね、なかなか半額っていうのはね、スーパーに行っても半額シールは最近貼ってくれませんので、ただ安売りしてるわけではありませんからね。これはもうね、提供の精神ですから、きよみさんの、ぜひ全員受け取ってもらいたいと思います。さあ、それではね、はい、どうぞ。あと一つだけおまけがあるんですけど、はい、おまけ、はい、私が最近、あの、読んでる本の中に、古代の文字とかの、流体文字とかいろいろ読んでるんですけど、はい、実にね、本当に私もなんか感動するぐらいこれっていいかもって思ったのが、うん、こういう文字、うん、この文字は「きに」って読むんですけど、はい、これ体の、苦痛とかを和らげる文字なんですね。はい、この文字を、自分の痛いところに書いてもいいし、うん、あの、枕の下に書いて入れてもいいし、結構ね、あの、私効き目があると思いますよ。はい、
うん、まだ他にもいっぱいあるんですけど、よくあの朝のライブとかで恋愛問題とか言われてるじゃないですか、はい、ぜひそういう方にはこれ、うん、これなんかがいいと思いますよ。恋愛を引き寄せるっていう、はい、こういう文字とか、うん、また YouTube の方にこんなのをまとめて出しますので、皆さんよかったら見てください、はい、あ、文字の力、これもね、そうです、宿るものがありますからね。ですよね、本当に。タコマルさんにはこれが貼ってありますからね。ちょ見ましたよ、私あれ。あ、あるな。見ました。でしょ、あれは確かね、夢実現とか、多くの人に広めて人を集めたりとか、あと、金運アップだわ、多分。タコマルにあるんだったら、これ。金運アップしたいですね。これはもう一文字だけ。はい。くというやつですか。うん、そうです。信じるものは救われるってよく言うじゃないですか。まあ、はい、信じて損はしないと思うんで、はい。ぜひ利用してください。じゃあこのね、パワー宿る文字をプレゼントしてもらってください、皆さん。千羽鶴も力ですからね。いただきました、ありがとうございます。もう私ずっとずっとずっとってるんです。今もう。はい、ここには思いがこもってますから、一話一話の千羽鶴には、うん、まあ、やめられませんからなかなかどうでしょうか、清美さん、今日お越しの方に一人二人お話聞いてみちゃっていいですかね。あ、大丈夫ですよ、ね、どうぞどうぞ。どなたか今日の感想、えりこさんまだおつなぎでしたら、ちょっとえりこさん、この前ライブ放送ありがとうございました。えりこさんがちょっとミュート解除メッセージ出していますんで、もしね、いらっしゃるようでしたら、今日の感想いきなりですけども、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、はい、えりこさん、きよみさん、もう普段聞けないようなお話が今日はたくさん聞けまして、本当に鳥肌が立ったり、なんかすごく感激いたしました。そうですか、いつもの私ですよ、はい、もう清美さんの愛がいっぱい溢れてきていて、もうたくさん私も相談させていただきたいなって思いました。いやいや、ありがとうございます。もうえりこさんね、はい、普段は多くの方の相談事を受け取る方ですけども、ちょっと清美さんとお話ししてもいいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひね、ぜひ時間ありましたら、はい、はい、お願いしたいです。突然だったのに、みんなでお会いできるといいですね。はい、今日はお疲れ様でした。です、はい、ありがとうございました。はい、じゃあえりこさんにお話しいただきましたけど、あとお一人どなたかいけるよって方はいないですかね。いなければ私がもうパパパッと指名していきますけどもそうですね。あ、じゃあね、ストーンさんはもうお休みになったかな。次回ライブ対談予定している石井健太さん、ストーンさん、ミュートの会場メッセージしましたんで、まだいらっしゃるでしたらちょっと一言お願いします。いかがでしょうか。あ、こんばんは、週刊少年ジャンプのストーンです。はい、カメラもあれかな。いいですよ、カメラも開けていただいて。はい、出た。こんな感じです。こんばんは。こんばんは。はい、もう今お疲れ様でした。はい。で、ね、人気絶頂 YouTuber の人気絶頂、そうですか。ありがとうございます。今日はちょっと変わったテーマでしたけど、いかがでした。いや、すごい、清美さんのお話で引き込まれますね。なんかこう人柄というか、うん、やっぱり相談をいつも受けられてるんで、そういう、 こう雰囲気はすごく感じましたね。なんかいろいろ話を聞いてもらえそうな感じはすごく伝わってきました。清美さん、いかがですか。ありがとうございます。いいね。ね、ストーンさんもね、ずいぶん YouTube がすごく面白くなってきたというかね、私もちょくちょく見させてもらってますよ。ありがとうございます。この前子供さんもされてて、
うん、そうですね。浩二さんに可愛がってもらってます。浩二さん。来週はストーンさんの出番ですからね。お楽しみに、ね。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まあ、ストーンさんはね、株の方、サラリーマンがもう副業、副収入をやるんだったら株しかないということでね、激推ししてます。はい、私の専門外なんで、私もね、結構ね、気づきをいただいてますんでね、株の方、ぜひまた教えてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よかったですね、清美さん。やっぱり、こうやってお二人の方にお話聞かせてもらいましたけども、はい、今日はいい1時間が遅れたと思います。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。じゃあ、最後に皆さんにお別れがあったら、一言、清美さんからメッセージを入れていただいて、締めさせていただきます。いかがでしょうか。私は今一番大事だなって思ってるのは、思考はそのまんま、なかなか自分で左右できないところがあるので、まずは一番簡単な言葉を利用して、うん、ありがとうとか愛してるっていう言葉をたくさん言うことによって、思考からそれから行動に至るまで幅広くいいように左右されたらいいなと思うので、ぜひ日頃からもう口ずさむぐらいありがとうありがとうって言ってみたらどうでしょうか。うん、はい、うん、いいメッセージでしたね。皆さん今日から口癖はありがとう、ね、おはようおやすみって感じですね。最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。遅い時間だったんですけども、ここまでお付き合いいただきまして本当に嬉しく思っております。来週もね、ストーンさんとのズーム対談もございますし、その次31日は、まあ、ちょっと難しいですけどね、暗号通貨のことについて皆さんのお金が儲かる話をさせていただきますのでお楽しみに。いや、清美さん本当に今夜はありがとうございます。お疲れ様でした。こちらこそありがとうございました、はい、また土曜日にお会いしましょう。はい、信人さんもありがとうございました。お疲れ様です。どうも。面白いですね。はい、じゃあ今日は以上でございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。おストーンさん。